裏眼自民党は論外ですが立憲の放満財政でハイパーインフレ消費税減税は絶対禁句という経済認識もやばい日本がハイパーインフレになるという政治家は例外なく経済音痴山本太郎氏一番やばいのは自民党立憲代表選も過去の荷物みたいな人たち 2>,、えー、2点お伺いしたいと思います。1点目は、まあ、他党の いつも山本代表がおっしゃっている多企業の話ですが、まあ、立憲民主党で今、代表選に出馬しておられる野田快彦さんも枝野幸男さんも、まあ、消費税5%に対して、えー、枝野さんは消費税5%にしたらハイパーインフレになるという理由からあの反対をしている。 野田さんも社会保障の財源として必要だということで、消費税10%のままで続けるべきだという旨の発言をしています、これについてどう思うのかということと、あと、令和の2点目があの話になりますけれども、元令和であった方が、大石昭子さんの選挙区と、 辻恵さんの選挙区で、えー、立たれていますがそれについて代表はどうお考えか、えー、ご見解を伺えればと思いますありがとうございます二、えー、点ご質問いただきましたまずは、えー、まあ他党の話ですけれども立憲民主党の代表選ってことですねでまあ揃ってる顔ぶれは何かというとまあ。 どちらかとというと過去の遺物みたいな人たちが手を挙げてしまっているということですね、はい、残念ながらってことですで、過去の遺物ということは何なのかってことですけれども、まあ、結局自民党のコピーみたいなものなんですよ、えー、自民党のややハト派が集まったというような、えー、状況が、えー、手を挙げているところなんだろうと、でえーまあ、今、自民党が当然、一番、えー、なんだろうなやばいのは自民党なんですよ、もう反社会的勢力というのが自民党であり。 泥棒であり強盗であるっていうのは自民党なんですけれども、事実上、その下地を作ったという過去のですね民主党時代のそういった黒歴史的なものがありながらも、その者たちがまた手を挙げてしまっているっていうのが非常に絶望的だなという,ふうに思います、中でも消費税のお話をいただきましたけれども、消費税を5%減税するということにおいて、ハイパーインフレになってしまうというような経済感覚というか、考え方を持ったものは、もう政治家やめた方がいいです。 そういったものが力を持つというものは悲劇でしかないってことです、はい、下手したらまだ自民党の方がマシかもしれない、えー、そういった意味で30年、緊、え、縮、ー、で、えー、日本が先進国の中で唯一弱り続けているというこの現実を受け止めた段階で、えー、消費税減税をすることによって、えー、ハイパーインフレになってしまうというような感覚で政治を行われるものはも政治家に向いていないというか、経済もう一回、一からやり直した方がいいんじゃないですかってことですね。 でその消費税をもって社会保障の財源にしていくということがうた、えー、われ続けてきましたけれども、実際にその,ようそのようなことがあったのかってことですね、過去を見てみれば、意味軸も、えー、安倍総理が、えー、所信表明において、国会において、えー消費税えー、消費税増税分の7割、これは借金返しに使ったっていう話がありますから。 直接的に社会保障を支えるためにそれが消費税が必要なんだということにはならないということですね逆に言えば社会保障の財源として消費税が必要だということを、えー、真っ向から、えー、そうではなかったということをばらしたのが安倍さんであったということだと思います一方でそのじゃあ社会保障を支えるために財源としてどの,財どの税財源が必要なんだって考えた時にどうして消費税ばっかり言うのってことなんですよだって過去最高益なんでしょ大企業はって それだけじゃなくて、例えば金融資産だったり、いろんなものを増やしていってると、富裕層、超富裕層がさらに肥大化しているという中で、どうして、えー、庶民の首を絞め、中小企業を潰しまくるというような、ある意味でそういった消費税をさらに拡大していくというようなことを予告するような者たちに、一体何を期待しろというのかということですね、まあ、そう考えた意味でも、えー、そういった意味でも、ほ、あのーまあ、他の会社ですけれども。 立憲民主党の代表選に何を期待するかって言われる話に関して自民党の総裁選と並んで期待できないななんだろうなもうも終わった祭りというか、えー、死人を蘇,蘇らせるための祭りでしかないなというふうふに思いますまあ先ほどですね自民党も民主党と名乗る者たちも大して変わらないというような話をしましたまあそれ言葉だけでふんわり言っちゃうのも何か、えー、と失礼に当たるかもしれないので一応、えー 民主党政権時代にどういったものを前に進めてきたかというようなことを、えー、簡単に言うと例えば社会保障と税の一体改革という名のもとに消費税を上げたと、で景気が悪いときに消費税を増税するバカな国、自殺国家は一つもないんですよ、逆に減税するんですよ、どの国も、日本だけですね、まあ、それを主導したという意味でかなり罪深い。 自民党が日本を壊したことは間違いないけれども民主党も日本を壊したことは間違いがない事実であるということが明らかだと思います他にも TPP TP 日本の主権が奪われると言われるまでした、えー、日本の産業を守るというようなことから大きく逸脱しもうすでに十分自由であるという国際的な取引をさらに大企業、えー、そういうグローバル企業にとってさらに、えー、日本を草刈り場にするためで日本 国内にある企業に関して近場において帝国主義を完成させるような草刈り場にしていくというような本当にある意味でかなり悲惨な状況になっていくためのそういったメガ協定ですね、この TPP に対して道筋をつけたのは間違いなく民主党ですから、その後に成立させたのはこれは自民党なんですけれども。 まあ他にもですね、えー、脱原発というような言葉も出てきた時代はありましたけども結局何だったかというと民主党政権時代に行ったのは財界主導の原発これは再稼働でありそして輸出なんですよねそれだけじゃなくて例えばですけれども地方分権とは言葉ばかりでこれは新自由主義的な地方分権中でも一番たちが悪いのが PFI ですね、まあ、この旗振り役として、えー、竹中平蔵座長みたいな方もいらっしゃるわけですけれども。 でもそういった者たちが力を合わせて、日本の、えー、ある意味での国益、財産というものを切り売りしてきた、その道筋を最初につけたのは民主党であると、もちろんそこに補完勢力として自民党と公明党が、えー、力を合わせて、日本を壊してきたということは言うまでもありません、これが民主党政権時代に行った彼らの、えー、許されざるさまざまな動きであろうと、もちろん武器質、共同開発、こういったことにも道を開いた。 という部分は、えー、ありますそれが民主党ですその民主党において、まあ、看板は付け替えても民主党ですから、その民主党の信任をよみがえらせる祭りというものが、これから絶賛開催されると、その中において、えー、誰かに期待できるかということを言うならば、まだ経済だけで言うならば、私は江田賢二さん、江田賢二さんの経済感覚はまともであると。 岸田さんが、えー、しっかりと立憲民主党のリーダーとなって、大減税で、とにかく積極財政、30年の不況を終わらせると、そして日本をもう一度、この先進国の中でも、えー、輝ける地位に、えー、導くんだというようなことを、やっぱり旗振っていただくということを、今の手を挙げているメンバーの中では期待してしまうところではありますけれども、でもあの別会社の話なので、えー、一有権者として期待をするということです。 そのほかは絶望的だと思います。はいで